日本の農業百科事典からのカナリアグラディアタ、ナタマメは、豆赤のツル製の一年草。原産地は、熱帯アジア、またはアフリカ。ナタマメ、縦脇とも呼ばれる。日本へは、江戸時代に到来。約25センチメートルほどの塔下を結ぶ。以前から漢方薬として知られており、近年では健康食品、健康茶としても、一般的に知られるようになった。 アジアかアフリカの熱帯原産とされ、食用や薬用として栽培される。日本には、江戸時代初頭に、清から伝わった。特に薩摩では、江戸時代は、栽培が盛んで、NHK 大河ドーラマ、厚姫の、ワンシーンでも長旅の無事を祈る選別として、贈られていた。福神付けの材料にもなる。ナタマメの花夏に白又は、ピンク色の長径の花を咲かせる。 その後、結実するが、実の鞘は、非常に大きく、大きなものでは30から50センチメートルで、幅が5センチメートルほどになる。葉は長い柄のある産出服用で大型である。鞘は11月頃。別名の、縦脇は、この鞘の形に由来する。また、ジャックと豆の木のモデルとも言われる。日本国内でも栽培されるが、ラテンアメリカ。 中華人民共和国からの輸入が多い。ナタマメ茶として利用される有機栽培、無農薬のナタマメ畑福神漬け、健康茶、民間薬、メッセージ缶と食用としては若い鞘を食べることが多い。薬効を目的にした場合は豆を利用することが多い。薬効としては血行促進や免疫力の向上などの様々な効果があるほか 昔から肺脳の妙薬と言われており、腎臓によく、蓄脳症、歯周病や歯槽脳漏の改善、治療などにも効果がある。他の野菜の病害虫の防止用として周囲に植えられることもある。コンカナバリニエは、ナタマメにしか存在しないレクチンであり、植物レクチンの代表例として知られる。生物工学の分野では、T 細胞のマイトジェンなどとして、広く使われている。 豆類全般に言えることだが、ナタ豆にも毒がある。特に、タカナタ豆、タチナタ豆には毒が多い。食用とするのは、赤カナタ豆、シロナタ豆と言われる品種である。粗悪な健康茶などには注意が必要。また、メッセージ感に用いられるものは食用に適さない品種が使われており、食べることはできない。サポニン。 生産配当体、有毒性アミノ酸のコンカナバリン A やカナバリンなどの毒素が含まれている。カナバリンはアルギニンに類似した構造を持ち、アルギニンの機能を阻害し、アンモニアが蓄積する有害作用があり、多くの昆虫がナタマメを避けるので中害が少ない。副人付けに用いられるほか、ナタマメの若い鞘は、漬物、炒め物などで食する飛び身。 なたまめ茶としても利用される。日本で9月に収穫されたなたまめ。ありがとうございます。